当初、学校側から事故の詳細について知らされませんでした。ここで引き下がったのでは、今後何があっても全てこう隠蔽捏造されてしまう。本当にその教育行政に関してはもう本当に不信の塊でしたね、はい、事故の真実を知りたいと起こした裁判。判決では優子さんを投げた元部長の行為を指導の範疇を逸脱した暴行と認定。安全配慮を怠っていた学校側の過失も認めました。ただ娘は人の悪口というのは非常に嫌い性格だったので、勝った負けたという言葉で表現はしたくないと思っています。ただ私たちの言い分が認められたんだと、だからお互い喜ぼうというふうな感じで報告しようと思っています。事故後仕事を辞めた母春美さん、24時間付きっきりの介護の日々が始まりました。生きるだけで精一杯、娘と共に一緒に生きていくだけで精一杯、娘のそばで弱音を吐いたりすると気持ちが伝わっちゃうので気をつけるようにはしてました。ゆっくりでいい、少しずつ前に、徐々に話しかけると顔を動かして反応したり、車椅子に乗って出かけたりすることも増えていった優子さん。修学旅行ですね、私も楽しかったけど、娘の表情を見てても本当に楽しかったと思います。行くまでにはね、いろんな人の協力があったからね、中学校で経験できなかった修学旅行。事故から4年後大阪で過ごした3日間は親子にとってかけがえのない時間となりました。本当によく笑った3日間だったので、とても楽しかったです。体の自由を奪われて間もなく15年を迎えようとしていた2018年9月12日、その日優子さんは久しぶりに高熱を出しました。かかりつけの病院の方に、急性期の病院の方に2人で運んだんですよね。それが最後のドライブになってしまったんですけどね、主人と、主人と3人のドライブ、病院に着くと入院の手続きに追われました。その時に娘にちょっと電話をしてくるから、お父さんに電話をしてくるからちょっとだけ待っててねって声をかけたら、娘がポロポロって涙をこぼすんですよ。だから、何泣いてるの、大丈夫だよって、すぐ戻ってくるから大丈夫だからって言って、で廊下に出て連絡入れて戻ってきたら、呼吸してなかったので慌てて、ほんのちょっとなんですよね、ほんのちょっとなの出来事なんですけど、その離れる時に娘はもう察してたのかもしれないですね、行かないでって言いたかったのかもしれないんですけど、救命措置を受ける娘を前に父正康さんは決断を迫られました。これ以上娘をなんか傷つけさせたくないと思いから、最後は娘の身元で、
優子ごめんなって人が言って、できればもう娘のところにの世界に早く行って、もう娘に謝りたい、親である自分がインドに渡してしまった。で15年間もう娘と会話なかったんで、もう妻に詰まった話もしたい、だからもうなんかこの世のには未練がないと思ったんですけども、まあ自分一人でここから逃げ出すわけにもいかないし、今月12日、5回目の命日に訪れたのは、優子さんの音楽療法に携わってきた近藤美智子先生。ノウハウもね、みんなで動いたって言った時は感動でしたね。ずっと全く動かなかったノウハウが急にある音で動き出して、って。15年生きてたこと自体が奇跡くらいの話で、っていうか、でもやっぱりご両親がずっとこうそばに寄り添って、だから横ちゃんも頑張ろうって気持ちになったんじゃないかなって、近藤さんをはじめヘルパーや全国から応援してくれた人たちは優子さんがつないだ縁です。ノウハウとかにも、もう優子ちゃんに出会っていろんな力をもらえたっていうのがこれなんです。生きる力もらいました。だからそれを今度みんなに、多くの人たちに生きる力を伝えたいと思うので。あの日から間もなく20年、生きる力、人とのつながり、重大な事故を二度と起こさない、娘が社会に残したたくさんのメッセージ、そして家族の記憶、何気ない時にパッとこう思い出したりしますけども、まあ、いつでも色褪せてなくて思い出は残ってるっていう感じですね。私たちができることって何だろうってことを、まあ、主人ともゆっくり考えながら、まあ、優子のためにも、まあ、健康に生活していけたらなと思っています。すっごい主人の膝とか心配してると思うんです、ね、少し太ったんじゃないとかね、年取ったなとかね、年取った、まあ、言われそうですね。今日9月20日、両親は今年も娘にこの言葉を送ります。優子、33歳の誕生日、おめでとう。